加藤、ジョン、豪唱は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ポェーイー出身のプロ野球選手。サンディエゴパドレス参加所属。右トウ左ヒカリフォルニア州、マウンテンビュー生まれ。両親とも日本人であるため、アメリカと日本の二重国籍となる。1998年、3歳で、神奈川県へ移り住むが、両親の仕事の関係で2000年7月に5歳で、 サイトベイス、サンディエゴに移住、6歳からリトルリーグで野球を始めた。2002年に家族でシアトルマリナーズ戦を観戦し、一郎を見て感動し、もともと右打ちだったのを一郎を真似て、左打ちを取り入れるお打ちになり、その後左打ち一本となった。カリフォルニア州サンディエゴのランチョバーナード高校に進学し、在学中打率411。 25本塁打、114打点を記録。ルイビルスラッガー社が選ぶ全米ファーストチーム、ローリングス社が選ぶ全米セカンドチーム、ゴールデングラブ賞を受賞。2010年にロサンゼルスで開催された日米新前高校野球大会では、甲子園で春夏連覇した高南高校の島袋洋を進むから安打を打った。高校卒業後は、 カリフォルニア大学ロサンゼルス校への推薦入学が内定していたが2013年6月6日に行われたメジャーリーグのドラフト会議でニューヨークヤンキースから2巡目で指名された。日本国籍を持つ選手が MLB ドラフトの全体100番目以内で指名されるのは史上初。同19日に契約金84万5700ドルでマイナーリーグ契約した。 契約後は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースに合流。6月21日、開幕戦のパイレーツ戦で、本塁打を放った。50試合の出場で打率。310、6本塁打、25打点、オプス、924、4盗塁を記録。ガルフ・コーストリーグのベストナイン及び、ベースボールアメリカ支選出の来期チーム有望株、第10位に選ばれた。 12月2日には、ミルブとトップス社が選ぶ、トップスショート、シーズン、ルーキーオールスターに選出された。2014年3月31日に、A 級チャールストンリバードックスへ昇格した。前半戦は57試合の出場で打率。192本塁が、オプス618、12盗塁と低迷したが、後半戦は64試合の出場で打率。 251、1本塁打、オプス、719、8盗塁と、打撃成績を上昇させて、シーズンを終える。2015年、A 級チャールストンで開幕を迎えたが、39試合の出場で打率。161、1本塁打、9打点、オプス、466、8盗塁の成績で5月25日に、フロリダ州タンパで行われている延長キャンプに、 送られた。その後、6月下旬にルーキーアドバンスド級、プラスキーヤンキースへ合流。ここでは59試合の出場で打率。287、5本類打22打点、オプス、842、9盗塁の成績でアパラチアンリーグのベストナインに選ばれた。2016年は、ルーキーアドバンスド級プラスキーで開幕を迎えたが、5月23日に、 A 級チャールストンに昇格した。前年までは二塁手専門だったが、当シーズンからはユーティリティープレイヤーとして他のポジションも守るようになる。2017年は A 級チャールストンで開幕を迎え、4月2日にタンパの延長キャンプに送られ、5月2日に A 級タンパヤンキースに昇格した。2018年はキャリアで初めて招待選手として、 メジャーのスプリングトレーニングに参加。開幕は AA 級トレントンで迎え、シーズン終了までプレーした。2019年は前年同様に招待選手としてスプリングトレーニングに参加、オープン戦にも初出場した。開幕は初めてトリプル A 級スクラントンで迎え、5月3日に自己最高の第7号本塁打を放つなど好調だったが、5月中旬頃から、 調子を落とす。開幕当初ヤンキースに怪我人が続出していたこともあり、トリプル a 級の主力組が続々とメジャー昇格を決めたが、その選手たちも怪我人復帰に伴ってマイナー降格。トリプル a のロースターが飽和状態となり、それに押し出される形で、加藤も AA で過ごす期間も増えていき、以降は AA 級トレントンとの昇降格を繰り返した。 しかし夏場に、再び調子を上げ、トリプル A 級で83試合に出場し、打率、279、11本塁打、39打減、オプス、825の好成績を残した。トリプル A 級のポーストシーズン第一戦では、レイズ参加ダーラムブルズとの第一試合で、本塁打を含む2長打を放つ活躍を見せた。マイナー契約期間が六年に達したため、 11月7日にマイナーリーグ FA となった。2019年12月8日、マイアミマーリンズとマイナー契約を結び、招待選手として MLB のスプリングトレーニングに参加することが明らかとなった。2020年は新型コロナウイルス感染拡大により、MLB 開幕が7月に延期となったが、開幕前のサマーキャンプメンバーに選ばれず、加えてマイナーリーグが 開催中止となったため、2020年公式戦でのプレー機会を事実上失った。しかし、MLB 開幕後に、マーリンズ球団内で COVID-19 集団感染が発生し、選手をミゲル・ロハスラ13人が同時に負傷者リスト入りした上、今シーズン出場自体を表明する選手も出る異常事態となり、ロースターの大幅入れ替えを余儀なくされた結果、 加藤も8月4日にキャンプメンバーに追加招集された。結局メジャー昇格はならず、11月2日にマイナーリーグ FA となった。2020年11月16日、サンディエゴパドレスとマイナー契約を結び、2021年は開幕からトリプル a 級エルパソでプレーした。生まれ自体はアメリカだが5歳でサイトベーした時点では英会話ができず、 野球を始めるようになってから、英語やスペイン語を上達させていった。また、ワールドベースボールクラシックの代表に選ばれる機会があれば、日本代表で出場したいと述べている。かつて、サンディエゴパドレスに在籍した大塚将軍とは、サンディエゴで同じ治療院に通った間柄で、両親ともに面識がある。尊敬する一郎とは、神戸で練習や食事を共にしたことがある。 一郎が引退した際には、ザ・プレイヤーズ・トリビューン上で感謝の思いを綴った。ありがとうございます。